もう君を離したくない。こんなところで恥ずかしいわ。僕のこの手が君を離さないんだ。いけないわ、もう行かなきゃ。お取り込み中悪いんだけど、コルトバジュースを頼むよ、お姉さん。失礼しました。少々お待ちください。ああ。相変わらず野暮な男ですね、イーさん。ヒューガ、女と見れば口説くな。こっちはいい迷惑だよ。僕は一期一会を大切にしているんです。この世の出会いは全て精霊のお導き。無駄にしたら罰が当たります。勝手にしてくれ。しかし遅いな、俺のパートナーは。ここで待つように言われたんだけどな。俺のパートナーは女らしいんだ。奇遇ですね。僕もここでパートナーを待っているんです。ま、せいぜい振られないように気をつけることですね。の、お前たちガーディアンの研修生だな。お待ちしてました。これも精霊のお導きですね。違うよ、俺のパートナーだってば。私はカレン・エラ、君たちの指導教官兼パートナーだ。君たちって、ということは君がパートナー。通常二人一組が基本だが、シード対策で人手不足なんだ。そこは理解してほしい。ところで私は先ほどまで君たちの行動を観察させてもらっていた。ヒューガライト、任務中の指摘行為は減点対象だ。気をつけるように。はい。そしてイーサン・ウェーバー。はい。コロニーから見ていたが、君は無防備すぎるようだ。人を信じるのはいいが、あんなに騙されやすいのでは先が思いやられる。え？コロニーからって、あの女はあんただったのか！任務の時は細心の注意が必要だ。もっと慎重に行動するように。はい。研修といっても、通常任務と内容は変わらない。気を緩めると命を落とすことになる。ガーディアンの任務はそれだけ危険なんだ。さあ、これから早速準備を始めるぞ。はい。はい。
あれは？輸送用のカーゴだな。エンジンがかけっぱなしだ。ドライバーが見当たらないな。おお、なんだこの不細工な化け物は。Eさん知らないんですか。初めて見たよ。何なんだ。コルトバですよ。これがコルトバ。うまいのか、こんな不細工なのが。分かってませんね。コルトバは不細工なほど味がいいって言われてるんですよ。ふーん、お前がね。ガーディアンズの方ですか。そうです、牧場の方ですか。お待ちしていました。私グリングリンファームのノルフェと言います。シードのおかげでコルトバが変なんです。コルトバが。はい、突然凶暴になって襲ってくるんです。怖いのでカーゴに乗って逃げてきたんですが、一緒に逃げてきたカラムがさっきから見当たらなくて探しているんですけど。ノルフェさん落ち着いて。カラムって。牧場主だったライムさんの息子です。私は牧場のお手伝いをしていたのですが、ライムさんはシードの被害で亡くなってしまって、今は私とカラムで牧場を守っているんです。カラムにもしものことがあったら、私はどうすればいいんでしょうか。大丈夫、私たちに任せて。浸食の浄化作業とともにカラムも探しておきます。ありがとうございます。皆さんよろしくお願いします。
その調子だ。これはめちゃめちゃだ。シードのせいでこんなことに。いや、これはシードの被害じゃない。同盟軍の爆撃の跡だ。なんだって？まだ侵食はされてませんね。爆発のショックで死んでいます。二次的な侵食汚染を食い止めるためにこの辺り一帯の原生生物を焼き払っているんだ。そんな、ひどい。勝手に立ち入っては困るが、ここは危険区域なんだ。我々はガーディアンズだ。シードの城下に来ている。177遊撃隊隊長フルエン・カーツだ。この一帯は爆撃によって侵食防衛する。浄化の必要はない。この辺りで子供が一人行方不明になっているんだ。見かけなかったか？ふん。ガーディアンズは子守までしてるのか。早く見つけないとお前たちまで黒焦げになるぞ。あんたら同盟軍だろ。子供の命が危ないんだ。人命をもっと尊重しろよ。ふん。うわ。子供一人のために国民全体を危険にはさらせん。侵食防衛は最優先事項だ。この野郎。優先。相手が悪い。仲間が失礼した。できれば子供を見つけるまで
爆撃を待ってもらえないだろうか。この先に侵食が始まっている。さらに第二波が来る可能性もある。浄化をしながら探す。ご心配なく。まあいい。危なくなったら救難信号を出すんだな。その時は助けてやる。ご協力感謝する。行くぞ。ふん、劣等種どもが。あのタイプは初めて見た。侵食のスピードが速いな。まるでウイルスの増殖だ。もたもたしてられない。先を急ごう。はい、はい、
Ow!